ょちょちょちょ、早い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 、あーじゃあまだ見てない、まだ見てないで、はい、お久しぶりなんですけれども、皆さんお元気でお過ごしししておられたまでしたでしょうか。今日はお久しぶりですって、お久しぶりですって、おしますかね、お久しぶりです、これで、で、ここで、パンズコさんだった。それでは行きます。それでは行きます。はい、今日、開封するのは、こちらです。じゃん！じゃんじゃーん！ iPhone 11 Pro Max でーす！イェーイ！ Max！開けましょう。開けましょう。じゃあちょっと待ってくださいね。マックス？マックス。マックス？うん。マックス。まず開けます。うん。じゃあ、じゃあ、ワン、ツー、パー、デー。え、スーパーハイテンションで遊んでたよ。やばいでしょ。マックス？テンション高すぎるんですけど。マックス？マックスです。それは、3、2、1。開けていきます。3、2、3、2、1。痛い、大丈夫？今ぶつけたでしょ。おいで。かっちょいい、かっちょいい。これもついてるんだ。あ、これは、あ、イヤホンか。私が買ったのはこちらのゴールドちゃんでございます。待って、まあね、デザインとかはね、きっと慣れてくるものだと思うんですけど、最初はね、なんかタピオカタピオカ言うて騒がれてましたね。すごい、なんか高級感がある。私はなんか間違えてなんだけど、マックスを予約しちゃったから、もうマックスでいいやと思って、で結局なんか動画撮ったりとかするのにもマックスの方が多分広くていいんじゃないかなと思って、おっきいので、もう買ってしまいました。まあ、かなりおっきいですね。それでは、つけていきます。うーくん？うーくんがここにいて、これがここに映って、それがここに映って、うーくんがすごい、ブスにいる。自動画面。それじゃあ。うん。じゃあ行きます。つきます。来た、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 着きました。今日も腹ペコ。 iPhone のアクティベートには数分かかることがあります。お、あ、来た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 。 Face ID、 あ、データ出ましたね。私1回10にしてるんですよ、実は。それをシンガポールでなくしまして、で、日本に戻ってきてから8に変えたんですね。レビュー動画なのに全然画面見せないやん。レビュー動画わかんないけど、こうやって最初の Face ID スキャン、はい、開封動画でしょ。はい、ゆっくりと頭を動かして円を描いてください。はい、描きまーす。ぐるーん、ぐるーん。2回目のフェイス ID スキャン完了。あー、すごい。データを転送とかできんの？すごいけど。すごすぎるー。iPhone から転送。やだ。後ででいいや。柴田彩乃の iPhone は前回2019年9月21日23時、めっちゃ最近されてんじゃん、にバックアップされました。新しい iPhone を最新の APP データ設定で復元できるようにするために今すぐバックアップしますか？どういうこと？意味がわからない。バックアップをアップデートって何ですか？ちょっとバックアップを待ってる状態なので一旦切りまーす。無理、もう、こんなの開封動画とか言って、やったってさ、もうイライラするだけなんだけど、もうシム抜き替えます。なんかもう全然クラウ、なんとかクラウドみたいなのがもう進まないんで、もう一回電源落としました。ピヨーンとして。一人で飲まない。マジで？あ！怖い！こうして、こうして、怖い。マジでブサイクになる。顔がどんどんブサイクになる。何に声かいてる。もう一回やり直しました。さっきシム差し替えて、きた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 、きた、じゃん。やばい、黙っちゃう、黙っちゃうよね、こういうのって。外観モードでライトまたはダークを選択して、 iOS がどのように調整されるかを
確認。わ、私ライト派だわ。あ、このライトがダークかみたいな。あー、言っちゃった。はい、来ました。ようこそ iPhone へ。あ、うーくん、そばにいて不安だから。上にスワイプして使用開始、ブン。来たー。え、すごいすごい、待って。カレンダーとかもうさ、共有されてない？そんなことない？はぁ、されてるやん。すごいんだけど。それは別に、今までもありました。え、そうなの？電話とかもしかして入ってる？連絡先とか。天才 iPhone って。カメラ行こう。カメラ、カメラ行っちゃいましょう。はい、じゃあ行きますよ。カメラじゃん。うわ、画質よ、見て。そう、おお。で、横にするとほら広角になる。おお、すごい、すごい。撮ってみて。行きます。基本記念すべき1枚目入る？いくよ。あ、ライブになっちゃる、なっちゃる。ライブは嫌ですね。めっちゃ画質いい、ま、見てこの肌のなんかキメの細かさ。でも画質いいとダメなんじゃないの、女の人は。いや、なんかいいけどなんか悪く映らない感じがすごいある。うーん、ポートレート、ポートレート、自然光、スタジオ照明。ポートレートはね、相変わらず。すごい、超肌綺麗に見えるよ。輪郭強調照明、ステージ照明。モノクロ。このスタジオ照明っていうのがなんか漏れそうな感じがしますね。漏れるっていうか、なんかこれが普通でね。ポートレートでこうするとすると、うーくんをぼかすにはここの F を押して、これで後ろのこのぼかし度もこうやって変わるって感じですね、うん、マジでカメラやん。やばいんだけど、すごすぎ。この3つのカメラやばいな、すごすぎるな。3つカメ使ってる。ちょっと待って、出た写真で、うわ、あ、そう、もうカメラが切り替わるってことね。カメラがもう切り替わってる今。これが多分めっちゃ超広角。うん。見せて、見せて。で、これが普通。これは、見てね、こうでしょ、こうでしょ、これで、あ、間違えた。うん、2倍みたいな。これでこう、ちょっとずつもこうやって変えれる。長押しするとちょっとずつ変えれるの、メモリになる。10倍から 0.5 まで。で、ビデオも超広角、2倍、通常。2倍いいな。すごいな。確かに綺麗だ。うん、めちゃくちゃ綺麗。うん、で、インカメも。で、今回ね、すごいのがこう、ビデオ撮るじゃん。じゃあ、ちょっと撮ってみるね。うん、はい、うん、っていうのを、これをね、編集すると、この編集画面でこの、うん、今まで動画って長さだけしかこうやってカットできなかったんですけど、なんと今回このクロップができるんですよ。見て見て、はあ、これでこうやって切り取れんの。はあ、ビデオだよ。なるほど、意味わかる。ないね、うん、ビデオのここの部分、この画角自体をこうやって変えれるっていう。正方形とかにこうやってクロップして編集できて切り取れるんすよ。すごくない？すごい。はーちゃんのインスタグラム爆発しちゃうじゃん。でもちろんそのビデオ自体のこの長さもこうやってここからここまでって言ってカットもできるっていう状態なんですよ。お、
すごいの、本当に。基本的にカメラだけ変わったのは。カメラとバッテリーじゃない？バッテリーが強くなった。バッテリーの持ちがめっちゃ良くなったって。めっちゃいいな、それ、うん、俺も買おうかな。すごい、iPhone ほら。あ、広角だ。ね、私の iPhone の記念すべき1枚目がこれです。いい感じでしょう。すごい、すごいね、これ。これ汚して。おお。自動でこれで切り替わるの。変わった。あれ、遠隔、広角にしたいんだけどな。どっちすんだ。これ？ん？違うな。これだ、これ。ん？いいよ。違う。ん？これでさ、こう、あれどうやってやるの？2倍、広角。いや、分からん。あ、インカメはないわ。ごめん、間違えた。インカメはない、ないわ。いや、めちゃくちゃいい。これの方が、多分、今こっちで撮ってる動画の画質よりも、断然いいし。いや、カメラがすごいよ。はい、というわけで、アテクシも iPhone 11 Pro 買ったよーという動画でした。いいなー。これで10月の旅行を楽しみたいと思います。10月ちょっと旅行行くんだけど、じゃあねって。じゃあね、バイ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 